3分間に、まあ、3回、中には私も5分ぐらいだったかなと思うんですけど、揺れがあってですね、3回揺れが来たと思います。その中の一つが震度7だったんですね。191万までですね、19年にはお客様が来られたんです、観光客が。それが一気に88万まで激減しました。で、なんとか113万台ぐらいまで戻ったんですが、またの東日本震災ですね、77万人まで下がったんですよ。観光客の激変が大きなダメージになってます。俗に言う風評被害になってるんでしょうかね。特に畜産が影響まず受けましたね。その後米に入ってんじゃないかということで、平均25、6箇所あるいは20箇所全部細かくチェックして、そこから一つ出ればそこ全部アウトになるんですよね。ハラハラするような形の中で、まあ、見守っていたんですけれど、本部は安全宣言を出しました。栗原は岩手宮城内陸地震を経験しております。その時の経験をもとにですね、地震防災組織を設立するという大切なことをすでに終えておりましたので、地震が起こったらどうするかということについては基本的には出来上がっていた。栗原市と登米市はですね、受け皿になって兵庫県の西宮、宝塚、川西、稲賀町、三市一村一町とですね、お互いに助け合う協定を結んでます。この姉妹都市のあきる野市と災害支援協定を結んでます。で、万が一の時、今度は中部地域どうだろうかということで、たまたま進出企業の中で大垣市、岐阜県の大垣市との間に友好関係が生まれましてね、今月末の災害支援協定を結ぶと。で、お隣の秋田県の湯沢市ともですね、山続きなんで、できれば年内に、できなくとも年明けにはですね、お互いに支援協定を結ぼうということになりますので、だから山を越えた湯沢、それから万が一の時の東京都あきる野市、あるいは岐阜大垣、関西に行って兵庫県の西宮、宝塚、川西、稲川町と、まあ、こういうところとですね、連携協定が結べたことは、お互いに助け合うという、やはり若者がここで生まれ育ち、そして働ける場所を作る、また住む環境を作ってあげること、これが最大の課題ですしですね、それができることによって地域は守れるという思いの中でですね、やっぱり産業育成というのは大きな課題ですね。栗原市長の佐藤勇です。で、栗原市はですね、ちょうど岩手と宮城の境にあります。栗駒山というですね、素晴らしい山のふもとにある山、要するに山があって中山間があって平地になる42の河川とですね、伊豆沼というラムサール条約に設置された鳥類の飛来の地でもあります。本当に四季折々、素晴らしいところですね、田園都市を宣言している栗原市ですから、ぜひお立ち寄りしていただければ、おいしい米、おいしいお酒、そして、いろんな自然の姿に、我々はもてなしの心でお迎えします。一度訪ねていただければありがたいなと思ってます。